い、どうもこんにちは。フル京都 GS150 です。今日はね、今こちら、北陸自動車道南城サービスエリアにてね、休憩中です。本日はね、朝、京都出まして、昼の福井でのコマーシャルお仕事ですねに向けて移動中なんですけど、あの道中で、ね、とっても楽しいことがあったんで、まずは、報告したいと思います。京都と福井の間にはね、福井県の敦賀市っていう、敦賀湾があるところですね。そちらがあるんですけど、その山にね囲まれてる、その敦賀湾だけでポコッと開けてる町があるんですけど、ちょうど滋賀の長浜越えて山を進んだところですね。そこでね、いつもね、あの更新していただくね、岐阜 JM274 番局っていう方がいらっしゃるんですけど、最近ね、なかなかね、タイミング合わないとか、うまく更新できなくてね、ずっと JM さんどうしてるのかな、寂しいなとかね、結構ね、頻繁にね、その通りすがりにね、行きも帰りもね、更新していただいてたんでね、ここ2、3ヶ月ちょっと更新なくて、寂しいなとか思ってたんですけどね、今朝ね、あの DCR でね、デジタル簡易無線でコールしましたらね、一発応答いただきましてね、もうめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。あ、ジェームさんだって感じでね、非常にテンション上がりましてね、やっぱりなんちゅうんですか、無線のね、なんか、一期一会のね、初めての方との、まあ、一回限りの貴重な QSO とかもあるんですけど、おなじみの方とね、まあ、しかもそのご近所とかそういうんではなくて、まあ、たまたまその何度かチャンスがあった方とね、またこうして更新できるっていうのは、ね、非常に嬉しいなと、ね、思いましたね。また今度ね、ここ敦賀通る時にはまた岐阜 JM さんね、いないかなと思って CQ 出そうと思いましたね。はい、どうも岐阜 JM さんありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょうどね、あの真ん中ら辺でね、辛いとこなんでね、敦賀でね、JM さんの声聞けると大変嬉しいですということで、ね、岐阜 JM274 番局ポータブル9のね、素晴らしい、ホスピタリティの話でございましたという感じですね。はい、今日はこれからね、12時、福井着で、今ね10時なんでね、時間1時間半ほど余裕ありますんで、ゆっくり行ってちゃんと準備してね、今日もいいコマーシャルやっていきたいと思っております。あ、配信業務のご要望はぜひとも当局まで、あのね、ご連絡いただければね、ビシッとあの超安くワンオペでやってますんでね、よろしくお願いしますということで、本日はこの辺ですかね。それでは楽しい無線ライフを。以上、京都 GS150 ワッフルさんでした。73さよなら。